通知を送信するで。でみんな出る予定なんですけど、急遽今パタパタラジオ出たいって大勢がぶつ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 言いながらねえ、どうできるかなって言いながらスタジオ閉めてきた頑張ってきて今はここに専念しろみたいな、はい、編集させてます、うん、宮川さんとヒュートとねえ、すごいな、あの時も確かにいいみたいな急遽宮川さんに出てもらってむちゃむちゃ嬉しい、何がいい、あーこだわり、これハサミできるんですよ、こっちのこだわり、やめて、足が長いから、指が糸玉が大っきい、ちょっね、今でも空いてるのあるよ、靴下でここだけ、あの、あさっきのね、さっきあれの通り用の靴下、もうなんか糸をこう、ジャングルみたいな動きなんですよ、どんどん雨が上がる今日はちょっと入ってる、あっという間にあと1分くらい、あと1分ですね、はい、もうちょっと元気に行こうね。出てます。こんにちは。マイクになるべく近づいて、マイクに近づいて、マイクに近づいてください。そしたらこれぐらい。うん。近め。バンバン触ると。あ、本当だ。これ大きいからね。大きいから離れてもいい。本当。じゃあ BGM から行きます。はい。はい、皆さんこんにちは。子ども社長のお時間となりました。パーソナリティを務めております中曽根美幸と子ども社長の子どもたちと、その保護者の方と一緒に今日は、番組をお届けしたいと思います。この番組は宜野湾ヒルズ通り海の見える FM 宜野湾のスタジオより、お届けしております。最後までお付き合いください。子ども社長クリエイタースクールは、生徒と一緒にお届けする番組です。子ども社長とは7歳から15歳までの子どもたちに1人1本の映画を作成する総合技術スクールです。脚本、カメラ、写真、動画、編集、録音、照明、監督、演出、漫画、特殊メイクなどを学べるスクールです。そのスクールのエピソードやイベントなどの告知をしていきますので、皆さんお付き合いお願いいたします。この番組ではメッセージの募集もしております。メールアドレスは797@fmginowan.com797@fmginowan.com、 またFM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネットで配信しています。FM ギノワンのホームページ
ホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください、お気軽に参加してください、またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリ、リスラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。はい、改めまして、こんにちは。こんにちは。はい、いつもはですね、収録をしているんですが、今日は休みということで生放送でお届けしていますが、はい、今日は、はいはいはい、自己紹介からいきましょうか。はい上久小学校の6年の久保哲平です。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしく、その隣の久保哲平の母と申します。久保千代です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はですね、お二方に来てもらっているんですけど、はい、急遽お母さんにも出てもらってるんですが、はいはい、先にじゃあお母さんからちょっとお話を聞いていきたいと思うんですけども、はい、この子ども社長、うんに入られてまだ半年ぐらいにはなると思うんですけども、ね、きっかけとかそういうエピソードがあればちょっと教えてほしいなと思いまして、はい、ですね、はい、息子が、おばあちゃんからまずお風呂のカメラをもらったんですね、はい、そのもらってからすごいその好奇心がすごくて、いろんなものをパシャ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 撮っていくんですけど、はい、そのなんか世界観がすごい面白くて、私たちの大人から見る目線とかまた違う目線で見てるのがそのカメラを通して見ることができて、うん、あ、この子なんか撮ることとか、はい、そう好きだなっていうのも感じ始めたし、はい、もともとなんかイラスト絵を描くのも好きだったし、うん、また動画とかもね、うん、自分で編集したいっていう気持ち、 YouTuber になりたいっていうのもあったんですよ、はい、でそういうので何か自分好きなことを、子どもの好きなことからなんか才能を生かせてなんかできたらいいなっていうことで検索し始めたら、はい、沖縄にこんないい学べるところがあるんだと思って、はい、もう早速ね見学しに行こうってことで、はい、と言わせたんですよ、はい、でもう本当に見学したら本当にもう最初は衝撃的で、いろんな個性のあるお子さんたち、はい、で楽しくも映像をね編集したりねって本当楽しかったんですね、はい、その1日目からもうすごい見学して、彼がもう車の中で、はい、お母さん絶対ここ通う、自分行きたいみたいな話をしてたので、もう行こうねってことで一応通うきっかけにもなったんですけれども、はい、でもやっぱりねこの子もともとはもう自分でもう一匹狼みたいな感じなんですけど、はい、自分で突っ走る感じでやるので、はい、やっぱここに来てなんか協調性とか、うん、みんなでグループで何かをするとか、はい、そういうのをすっごい学んで、本当にいろんな意味で道徳感もそうなんですけど、はい、人間味のことを味わったりですね、学んでるよね、てっぺんね、そうそうそう、だからもうこの技術だけじゃなくて、はい、もう違う意味でも本当に家族を通して本当に学んでいて、この保護者さんもそうなんですけど、お子さんたちもなんかいろいろみんな面白い個性も持っていて、もう個性強すぎるぐらい強いですよ、それがまた面白いんですよ、歴代のスクール生みんな個性ありすぎてびっくりするぐらいです。そうそうそう、ね、自分が普通に見えてきます、ね、みゆく先生もそんな話も面白い話もみゆく先生が伺うのも楽しくて、私たちもいろんな楽しませていただいてますね、てっぺんね、てっぺくんは入ってきてすぐ次の授業ぐらいから、うん、次の授業かな、3人5脚っていうのをやったの覚えてる足に紐結んで一斉に歩くやつ、あーチームワークを作ろうって言って、みんなバラバラだったの覚えてる、うん、あれ歩く提案をしたのはてっぺくんだったの、うん、覚えてる、こういう風に歩いたらみんなが綺麗に歩けるからって言ったので、みんなもうお互いがもう行こうとするから、うんうんうん、みんな自由人だから、うん、でもそれをまとめようとしてたのは君だったんだよ、うん、そこがすごいなと思いましたよ、入ってまだ3回目ぐらいの時だったんですよ、2回目か3回目ぐらいかな、いやそれはちょっと違う、うん、本当に歩けなかったんで、みんな倒れていくから、それをヒュートが足をちょっと引っ張って股を開けさせようとするか、みんなが痛い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 ってなって、結局まっすぐ行かなくて、楽しい、でチームワークっていうのは一つにならないといけないから、たまにこっちに結んでみんなが歩く、これ息を合わせないとやっぱり動画も撮れないので映画は、でそういうのをちょっと最初にさせるんですね、まあ、ちょっとしばらくしてからまたやるんだけど、うん、でそれでみんなバラバラに歩いたのをまとめたのが、まあ、てっぺい君だったので、ちょっと前回やった時は、うん、それもバラバラで全然歩けなかったんですよ、うん、ずっと今回初歩けました、そうなんだ、ちょっと成長したんだ、はい、みんなでちょっとびっくりでした、うん、あれ まとめ方が上手だった、そっか、
あの歩き方のアドバイスをしてた。もうだいぶ前だからあれだけど、またちょっと親しくやらないといけんなと思ってるんですけど、はい、違うとこも発見できたね。そういうことから始めて、まあいろいろねスタートするんですが、そういうてっぺいくんですが、今はなんか虫にハマってるということで、どうして虫にハマってるか、私無茶ぶりするよいつも、はい、無茶ぶりするよてっぺいくん、はい、なぜ虫に今興味を持ってるんですか。可愛いから。あのどういうところが、なんか、ちっちゃい虫とかなんかちまちま歩いて、うんうん、なんかそういうところとか、うん、なんか触覚がくねくね動いてるのがなんか可愛い。あー、これなんかいろんな公園まで行ってましたよね。そう、浦添総合公園まで。なんかここでは行っていいのか分かんないんですけど、学校休んでまで虫にハマってるみたいな。なんかね、前夜ね、あの夜中もう眠ったかと思って、あの行ったら庭でね、庭があるんですけど、ガサゴソなんかしてる宇宙人がいるなって私見てたんですそしたら鉄平でもう10時ぐらいかな、ね、虫取り始めて、なんだっけ、ヘッドライトもつけて虫探しが始まったんですよ。でもそのこの子の特徴はもうスイッチが入ると誰の声も聞こえないので、うん、もう何言っても分かんないからね、あの集中し始めるので、それでほっといたら本当に夜中の1時ぐらいまでかな、虫集めしててで寝かせて、でそうしたら朝の5時6時に起きて、早いよね、4時間くらいしか、ね、そう起きないんですけど、うん、またヘッドライトつけてあの探し始めてたんで、あの朝ね、そしてそれでもう今日は絶対もう1日中虫探すからって始まって、うん、もう庭ではあのできない、もうもっと浦添大公園だっけに行こうってなって、うん、で学校どうすんのって話になったんだけど、うん、もう学校どこじゃない僕は今みたいななんかこのコメントで、なんかこのフェイスブック見た時に、うんうんうん、虫が俺を呼んでいるって感じ。そうそうそう虫に呼ばれたの。虫に呼ばれたんだよ。どういうところに呼ばれたの。なんか聞こえた聞こえた。もう虫に呼ばれすぎて、うん、もう学校で授業してる暇じゃなかった。あーなるほどね。もう虫の声がうるさすぎて、うん、授業に集中できなかったから虫に会いに行って ね、虫の、機嫌を取る。機嫌を取る。機嫌を取りに行ったわけ虫と交信してたのかな。じゃあそうそうなんですよ。でも今なんかほら虫が流行ってるから、うん、虫のワークショップっていうのが結構あっちこっちでやってて、今ドンキーホーテーでこの間も話したと思うんですけど、虫のスナック菓子売ってるんですよ。 虫食べれるから、ね、あの限定で、あのこの間ドンキー行った時に、うんうんうん、あの虫スナックって売ってたから、セミとかセミ、さえ、カブトムシとかバッタとかいろいろ入ってたんですけど、うわー見てみたいねこれ今度買ってきて食べるのも勉強じゃない。 どんな興味ある。食べるの分からないなんか食べるのもまた新しい発見かなと思って、今なんかこの虫を食べるワークショップっていうのを各地であっちこっちの全国でやってるんですけど、特にあの田舎、まあ、富山だったり新潟だったり、まあ、九州も熊本とか、群馬は群馬もやってると思う、うん、あの森があるところ、森とか林とかがあるところで虫拾って、それをあのこれは食べれますよ、こういうふうに、味付けしたら美味しいですよっていうワークショップをやってるみたいです。あ、なんかちょっと興味出てきた、はい、見てみたいね。これ極めたらすごいんじゃない、うん、てぺいくん食べたいと思う。でも普通のポテチの方がうまいあ、確かにね、確かにそこはそれの方がうまいと思う。今その虫は生きてるの、なんかこの捕まえた虫。捕まえた虫生きてるよ。生きて何であのやってるの。餌とか。餌は蜘蛛、うん、蜘蛛を取って入れてる。うん、ああなるほどね。 何と何を虫取ったの。沖縄トカゲと、うん、岡団子虫と、うん、名前がわからないヤスデと、うんうん、あとあのに逃がしたんだけど、うん、カブトガニゴキブリ、チチゴキブリってやつと、うん、あと愛媛、違う愛媛じゃなくて薩摩チチゴキブリ。ゴキブリも栽培してるの、うん、繁殖するんじゃないゴキブリお母さんはヒエだったけどねでもチチゴキブリだから可愛い。あーなるほどね。土ゴキブリだったらまたあれか。普通のゴキブリだったら結構ね、うん、あれなんか叩いて潰れた時のあのブチャってなった時のあのあれがなんか
でもあれ早いから間に合わなくて、うんうん、たまに足で潰すんですけど、あすごいたまに素手でもやったりするから、うんうん、ゲッての思う時が変な出るよね、ビチャッ て、だけど内臓でしょ、だけど、うん、叩かないと間に合わないって思うから、うんうん、スプレー待ってる暇あれば叩いた方がいいっていう行動に出てしまうんで、でいつも後悔するベタってなったことそれはない、てっぺいは潰したりはしない、ね、潰したりはあ勝ってるぐらいだからね、でもアリは潰す、アリは潰す、あのアリも好きなんだけど、うん、アリは土ゴキビリとか食べるから、うんうん、あのアリが食べるの、うん、中段で、あそっか、アリの方が強いんだね、うんうん、一人だったら強くないけど、うん、あの多くなったら、うん、なんていうの、集団で食い尽くすから、うん、痛いよね、なんか皮膚とかもほら、うん、人間の皮膚もほら入っていくさ、アリチクって、ね、刺されたことある？ない、あないのいや一回は刺されてみて体験した方がいいかもよ、ね、痛い、ね、痛いよかなり、あのちっちゃいアリと大きいアリによってもまたちょっと違うんだけど、ちっちゃいアリの方がかなり痛い、なんかわかんないけど、ちっちゃいアリめっちゃいっぱい触ってるけど全然、うん、刺されん、うん、やっぱ仲間、通信してる、仲間だと思ってるのかな通信してるんだぜよ、ね、あれは蚊とかは蚊は蚊蚊は、うん、一応刺されるけど、うん、全然刺されない、最近っていうか前から、うん、いつもなんか山登りとかさ、うん、山に虫取りに行った時も、うん、他の人はめっちゃ刺されてなんか刺されない自分だけ、うん、更新してるからかな、うん、蚊、ね、虫とそれのいつも刺されないよ ねすごいな、更新してる、いやでもこの虫にハマって虫を今観察してるさ、うん、これをなんかちょっとせっかくねクリエイター の、 あのスクール入ってるから写真でもいいし、うん、動画撮って収めるのも面白いんじゃない、うん、ね、面白そうだね、まあ、あんだけどね、うん、強制ではないので、うん、なんかやってみた方が面白そうだなと思って楽しそう、はい、てっぺくん今日元気ないけど、はい元気ないけど、緊張してる、お母さん隣にいて、いや緊張して悩みはい、じゃあまた今前半戦終わりましたので後半戦また、CM の後でお聞きしたいと思います。はい、あと15分はい、後半戦です。子ども社長の番組です。今日はですね、子ども社長クリエイタースクールの、生徒と、保護者の方に来ていただきました、改めましてこんにちは。はい、で、ですね、今てっぺいくんにちょっとまた無茶ぶりで振りますが、あの LGBT について、今取材をしていますが、この間 LGBT の映画も見て、いろんな方にお会いしたと思いますが、何か感じたことがあれば、まだ自分の中で落とし込みがちょっとまだできてないかな。どんなでした？いろいろ映画も見て、映画で印象に残ったことは、うん、なんか最初に、うん、なんかそのゲイの人のなんか自分をなんか説明、うんうん、自分の自己紹介みたいなするんだけど、うんうん、その時のなんか、うん、自己紹介の仕方が、うん、なんかなんていうの、うん、方法がすごく、うんうん、なんていうの、あんまり人には真似できないからすごいと思った、うんうん、あんまり真似できないっていうか、真似できないっていうか、うんうん、
どういうリズムなんて言えばいいのかわからないちょっとニュアンス的には難しいよね、うん、でもなんか何か感じたものあったんだ、うんうん、そしたらこう全体通していろんな人あったさ、うん、ね、うん、映画のやつじゃないんだけど、うん、映画終わった後に、うん、東ちづるさんだったのトークライブを聞いて、うんうん、なんかその私は私の、うん、あの DVD を無料で、うん、送料も無料で、うん、全国の、うん、小中高のに無料で配布するって言ったけど、うん、他の、うん、沖縄以外の県とかは、うん、結構その DVD 配布お願いしますって注文が多かったんだけど、うん、沖縄がゼロ校だったから、うん、なんかそれがちょっとした残念で、うん、スクールで一応問い合わせしたら小学校、うん、中学校限定なんですってコメントが来てて、うん、そうでそこをなんとかつってメール送ったんだけど、うん、ねえ、ゆく先生がそうだよね、なんかスクールでもいいから学校限定じゃなくてスクールでもお願い、うん、そうですよ ね他の地域でもスクールで欲しいところが、うん、いろんなほらスクールがあるから、ね、子供会とかで使いでも、ね、そうですよね、公民館であったり開催する人たちもいるだろうから、うん、ちょっとそこはもうちょっとね、うん、幅広くやってほしいなって、うんうん、あのてっぺくん裸になってますけど裸になってますけど今これ公共の場で今流れてますけど今これ動画配信してますけどライブしてますけど今めっちゃいろんな人がてっぺくんのヌード見たと思いますけど何やりだすか怖いなちょっと危ないですね、うん、はい、そのてっぺくんですが、今ちょっと面白い企画を立ててるおなんだますよね、はい、はい、何でしょう、子供おる、はい、それは何でしょうか、教えてください。はい、ゆっくりでよ、ゆっくりでよ、慌てず行って、はい、沖縄市のパークアベニュー通りが、うん、お母さんから昔は賑わってたって言ってたけど、うん、なんか今はもうなんかお客さんも全然来ないで、うん、なんか店も潰れてる店とかも多いから、うん、なんかそこを買い取って、うん、なんかそこを子供モールっていうモールにして、うん、子供のアイデアとか子供の、うん、なんていうの、子供の、うん、なんかその人の子供たちの、うん、一人一人なんか特技とかが違うから、うん、その特技を生かしたお店とかイベントとか、うん、その子供オールで開いてほしいなとか思ってたりして、うんうんうん、その子供オールは、うん、子供中心であんまり大人はあんまり関わらないようにしてる、うんうん、ああ、だから大人はまあある意味ちょっとサポーターみたいな感じで、子供が要はほら今でも子供たちがいろいろやって子供たちが稼げる時代にもなってるじゃないですか、うんうん、こういうのをやっぱ作り上げていきたいってことでしょ。そう、うん、だから絵だったら絵に特化した人たち、うん、要はパソコンだったらパソコンに特化した人たち、うんうん、なんかいろいろこれを組み合わせたモールをこの中央パークアベニューのこのシャッター街って言われてるところを全部に作りたいっていうことでしょ、うん、これいいアイディアだよね、うんうん、そう、てっぺくんはそこで何を担当したいの。うん、なんかその、うん、どこに店を配置するとか、うんうん、どんなイベントをいつするとか、うんうん、どんな風に設計するとか、うんうんうん、そういうのをやる。あ、企画っていうかそのアイデアを出してそれをまとめる人っていうのか。でもこれ、うん、自分が思ってるものを一つまあまあ一個書いてそこから、うん、まあこういう風にチャートみたいな感じで伸ばして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 、でそこからまた詳しく書いていってってやっていけばどん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 膨らんでいくんじゃない、うん、あとロゴも自分でやってる、ロゴ。ああ、なるほどね。これをあでも絵うまいから作れるんじゃない、うん、ね、夢膨らむね。これを一回ちょっと
作ってみたら、あのノートでもいいよ、うん、書いてみて、で自分でまとめてみるわけさ、うん、でもしかしたら発信していくたびに、うん、いけるかもしれないさ、もう誰かからしら来て聞いてるかもしれないし、ね、仲間欲しいもんね、はい、脱いでる場合じゃないよ裸になってる場合じゃないよでもすごいよね、こういう考えが出たのはやっぱこの沖縄市を歩いてからってこと、うん、かな、はい、でこれを作るのは例えばノートにまとめていくさね、うん、これできたらすごいよね、うん、できたらね、うん、案をまとめていって、そうだね、うん、この話を聞いてお母さんどう思いました千豊さんは。そうやね、これ、はい、私のイベントで一緒に連れてって、はい、パークアベニューの通りを通った時に、はい、彼といろんな話をしてる時に、はい、いきなりなんですけど、うん、お母さんちょっと待って、うん、ここあのさ高校したいんだよねって話がわーって出てきて、はい、なんか思ったなんかすごいって思ったんですね、はい、あなんかこれでも本当になんかね、うん、あのやることができて実現したら、うん、あの言葉だけじゃなくて本当に行動に移してこれが本当に実現してこのモールを作ったら、うん、沖縄ってすごいことになるかもっていうこと で、うん、で子どもたちの夢希望ってもうなんかね子どもたちって今本当に学校も楽しくないとか私あの、ね、普段、はい、あのなんかプログラミングスクールで子どもたちと関わってるんですけど、はい、なんか何聞いても学校行きたくない、うん、面白くないで週末も楽しみだねって話したら、うん、また月曜日学校あるから面白くないっていうことになるんですよ週末も楽しいのに、はい、だからそんななんか夢も希望もない子たちがどんどん増えていって、はい、なんか夏休みさえもなんかもう宿題もいっぱいあるから面白くないみたいなことをどんどん言ってくるので、はい、あなんかそんな世界にどんどん子供たちが入っていってもなんか夢も希望も目標もね潰れちゃうなって悲しいなって思ったのも私感じてて、はい、でそんな時に息子がそういうことを言ったので、あこういうなんかことをすれば自分のあの子供たちそれぞれのやっぱ個性もあるし、うん、いろんな発想とか子供ってすごいじゃないですか、うんうん、そういうのをなんかね本当に自分のスキルがまあちょっとあのビジネスっていうか、うん、本当にお金に変わった時に、はい、あの自分がこうやって生きてなんかビジネスになるんだとか、うん、生きる力もできるとか、うん、なんかそういうのなんか楽しみとか、うん、持てたら本当面白い世界になるかもと思って、そうですね、うん、なんかこの間行われた令和の小さな偉人プレゼン大会でも子ども万博やった中井健人くん、うんうん、あの子も ね、うん、クラウドファンディングを立てて自分で ね、うん、ねあの子供たちがやる、まあそうそうそういろんな、まあ、フリマだったり、うん、物を売ることの、まあ、イベントだったり、うんまあ、いろいろ考えてやってるからすごいなとは思ったんですけど、うん、だから今そのイベントによって企業がこの人とつながりたいっていう企業さんもいたんで、うんあのまあ、沖縄の企業なんですけど、はい、でその人だとあの、面識をつけさせて、うんまあ、つけてみたいな感じで今ちょっとあの自分がやったんですけど、でも今は本当にそう思うとやっぱり子供もやっぱりあのまあ今ほらね芸能人で子役がいっぱいいるけど子役たちはもう稼げる時代ではあるけども、でも普通の子たちまあいろんな子たちいるじゃないですか、もう稼げる時代ではあるから、だからいろいろ企業さんもいろいろなんかアンテナ張ってるんじゃないかなと思います。なんかアイディアがすごいんですよね。大人にはやっぱり固定概念、前中井健人君も言ってたけど固定概念に縛られすぎて柔軟性がなくなってきてる分、ね、子供の意見って面白いなと思いますね、うんうん、本当に面白いと思います、はいはい、じゃあてっぺい君最後に何かありますか、意気込み、何の何でもいいです、これからの自分の何でもいい、はいはい、目標を一言どうぞ。目標は、はい、マインクラフトで、はい、街を作ること、はい、街を作ること、あということはイコール子供もおるだね、はい、つながるね、そうだね、つながりますね、ということはじゃあてっぺくん、あの虫も大事だけど子供もおるの企画もどんどん書いていこう、はい、いいね、いろんなアイデアが出てきてね、はい、うんはい、ということで今日はですね子ども社長の番組は、子ども社長クリエイタースクールの生徒 と、生徒のお母さん、千豊さんと2人で、お届けしました、はい、はい、また来週、お会いしましょう今日は終わりますさよなら、さよならはい。
あ、見てますか。あ、そっか、書いてある。20K24 分って書いてある。あ、今来た。最後にお疲れ。最後にお疲れって来た。ありがとうございます。遅いよ。遅いよ。今書いて。